got it. あなたか。ごめんなさい。キャンプを勝手に抜け出して。この子がずっと冷えた視線にさらされてたから、少しだけ気分転換しに来たのよ。相変わらず反応はないんだけれどね。静かね。星空に吸い込まれそう。何かをなくした夜だって、こうやって老けていって、やがて朝が来る。優しすぎて、いっそ白状だわ。エウルゼアに来て、旅をして。なんだかね、力は強くなっているはずなのに、胸が痛むことが増えたの。第七霊祭の日、おじい様は命を懸けてこの地を守った。それに納得できる理由が欲しくて追いかけてきたけど、目にしたのは膨大な問題と翻弄されるばかりの人々。怒りもしたし、悲しかった。おじい様はシャーレアンに残した私や家族よりもこんな人たちの方が大事だったのかってね。あなたと霊祭の真実を掴んで、それが違うと知ったわ。だから今度はおじい様の真似ではない。私がエオルゼアを守るべき理由を探し続けてきたの。たくさん歩いて、いろんなことに出会ったのよ。興味を引くことや嬉しいことだけじゃない。理解できない人、腹が立つけどどうにもできなかった事件、やっと分かり合えたの。救えなかった命もあった。そんな時にね、ふと昔の出来事を思い出したの。霊災を止めるためエオルゼアに向かうおじい様が反対する父に言った言葉よ。助けられる人が目の前にいる時に我が身を案じて助けぬというのは怠惰というもの。それでは到底人として進歩的とは言えぬ。私の求めてた答えなんて、きっとそれだけのことなのよ。そしたら急に、旅してきた道にいたたくさんの人たち、アルフィヌやウリエンジェ、あなたが恋しくなった。闇の戦士を一人で追っている時だって怖くはなかったわ。私ばっかり話しててなんだか恥ずかしいじゃない。ねえ、あなたの話も聞かせてよ。イシュガルドではどんな旅をしたの？それにしてもひどく個性的な仲間たちだったのね。主義主張も違えば性格もてんでバラバラ。一筋縄ではいかなくても仲間割れをせずにいられたのはあなたの存在があったからじゃない？
信じたからこそ後を任せられたんだわ。あなた、多くの人に関わっていろいろな思いを託されながら歩いてきたのね。そしてきっとこれからも、世界が明日を運んでくる限り、託されたものを携えて進むんだわ。光のクリスタル。光を憎んでなお捨てることはできませんか。ふん、俺たちの目的を達するために必要なだけだ。それで何の用だ。ラノシアに撒いた種、万神タイタン召喚の芽がかの英雄らによって摘み取られました。正確には召喚こそ行われたものの不完全だった。あれではさらなる力、神への渇望を煽るには不十分です。白宝衛の野郎は何と。計画は続行、それだけです。くそ、悠長なことを。第一世界が無に返されるまで時間がないんだぞ。イシュガルドの兵艇に手を貸していた暁が本格的にあなた方の対応に乗り出した。しかれば計画のさらなる難航は必定。フルスのことだからわかるって。過去の光を捨てられないのはどっちだかな。勘違いをなさらぬよう、私はあなたの今後を問うているのです。地にあまねく混沌をもたらし、崩壊の先駆けとならんは闇よりいずる者のみにあらず。お気に召さないのであればご自分の考えで動けばいい。例えばその手でかの英雄を葬り去れば、危うい均衡を保っているエオルゼアの地は乱れ、破滅へと転落せん。お前何を考えてやがる。助けられる者が目の前にいるとき、助けぬことは怠惰である。我が死の言葉であり、私の理念です。あの甘ったれどもをおびき出す。一気に肩をつけてやる。
承知いたしました。それでは彼らを使うといたしましょう。死の言葉は今も変わらず胸にあれど、この手に一つの痛みもなく、全てを救う強さはない。ミンフィリア、皆さん、許せなどとは申しません。それでも私は、踏み出すたびに心裂けようとも、信じた道ならあなたは進むのでしょうか。ムーンブリだ。